はい、今回はこちらの三つ編みを使ったギブソンタックアレンジをしますですね。もうお呼ばれにも使えますし、まあ、あんまりほぐさなければ簡単アレンジにも使えるアレンジです。ですのでお客様にもセルフでも伝えれる、そしてお呼ばれとかお店でも使えるアレンジ、かなり応用の効くアレンジですので、ぜひレッスンして頑張ってみてください。はい、まず顔周りの髪を少し長めに残して、横の髪ですね、耳後ろぐらいから取って後ろでくるりんぽします。で、この時もしっかり角度は下げて、ギブソンタックはボンノクボの少し下ら辺にウエイトが来た方が可愛いので、しっかり角度は下げて、これぐらいの位置ですね、これぐらいの位置でくるりんぽしていきます。はい、これで角度は下げたままくるりんぽします。で、これでほぐしていきます。で、このほぐすときもいつもと同じで、この土台のゴムのところを持って、爪と指の間ですね、間で少し外に行くにつれて力を弱めながら、間隔を少し開けてほぐしていきますですね。もし硬くて爪でしてしまって間が空いてしまったら、その間を埋めるように内側を引っ張ったらいいだけなので、すぐに失敗してもやり直さなくても大丈夫です。ですね、で逆にこういう風に硬くなってしまった場合とかは、後からもう少し淡く爪で伸ばしていったらいいだけです。こういう感じですね。で、逆もしていきます。こういう感じですね。これも本当慣れれば簡単にできてきますので、ほぐしの部分練習ですね、結構いつも言ってるんですけど、部分練習を何回かするだけで全然クオリティが変わってきますので、ほぐしは少し徹底的にレッスンしてみてください。はい、では三つ編みですね、毛先を三つ編みしていくんですけど、三つ編みしたらこの上がロックしてしまうので、少しだけほぐしておきます。髪の覆い方とかは内側をほぐすといいです。で、こういう感じでほぐしてますので、次はこの内側の少し段をずらしてレンガ状ですね、こういう感じでずらしていきます。こういう感じですね。これでもう立体的に見えます。で、三つ編みもした後にまたここをもう少しほぐすっていう感じします。あまりこう全くしてないと、三つ編みで最初お伝えしたようにロックされますので、これぐらい動かしておくと後がやりやすいです。毛先を三つ編みしていくんですけど、このこれだけ真ん中のは段が入ってレイヤーが入って短いので、少し長いところも入れつつ毛先まで編み込みできるようにしていきます。こういう感じで3等分して三つ編みします。で、この時のポイントがしっかり横に力を入れてきつく三つ編みをすることです。こうすることでギブソンタックにした時に間延びしませんので、しっかりきつく編むということが大事です。これで毛先までしっかりきつく編んでほぐしていきます。はい、きつく三つ編みが出来上がりましたですね。これも一緒です。少し淡くなるようにほぐしていきます。真ん中の編んでる硬いラインは残りつつ、淡くなるようにほぐしていきます。少しラフとかでも大丈夫なんですけど、この基本の原則が分かってほぐしていると、後から可愛くまとめた時に可愛くなりますので、しっかりこういう感じで外側に行くにつれて淡く毛束がなるようにほぐしていきます。ラフな感じしております。で、まあ、寒色系のカラーをベースにしてますので、ざっくりな感じでも全然大丈夫です。こういう感じで、で、ポイントはやっぱり裏ですね。裏もしっかりほぐしておくですね。裏の面がこっちに来ますので、裏もしっかりこういう感じでラフにほぐすのがポイントです。はい、で、この三つ編みをこの最初にしたくるりんぽの中に入れ込んでいきますですね。アレンジスティックがあればアレンジスティックで入れ込んでも大丈夫です。こういう感じで2周くぐらせていきます。はい、ピンはしっかり芯にギブソンタックの三つ編みを押さえて刺します。そして頭の丸みに沿って、ここにも少し力を入れながらグッと入れていきます。これを2箇所ですね。で、髪の多い方は2本ずつとか止めてください。これが結構外れると大変なことになりますので、しっかり、髪の多い方とかはしっかりピンを多く使ってもいいので、止めるっていうことを前提にしていってください。
はい、では最後仕上げに顔周りですね。顔周りは少し一回ねじって巻いていきます。ねじってフォワードに巻いて、ポイントはすぐほぐします。こんな感じですね。もし少し長い方とかは2段に分けて、もう一回上の段だけ少し角度をずらして巻くと立体的に、こういう感じですね、こういう感じに見えます。ですので、このここら辺がどうしても根元が間延びしてしまうとペタッと見えますので、少し長い方は2段とかに分けて巻くのがポイントです。はい、仕上がりましたですね。結構シンプルなんですけど、このバランスさえしっかりしておけば、お呼ばれアレンジにも使えますし、着物とかのアレンジですね、成人式とか卒業式にも使えます、ね、ポイントはやっぱりこの三つ編みのほぐしですね。三つ編みをしっかりきつく編んで細くほぐす、そしてギブソンタックにしてまとめるですね。この工程をしっかりしておけば、すごい簡単に可愛くなりますので、ぜひチャレンジしてみてください。